東京都荒川区からやってまいりました、つむならやと申します。今日は皆さんの前で演舞できるのを楽しみにしてやってまいりました。どうぞ我々の演舞最後まで楽しんでいただければなと思っております。それではまいります。我家計を望む者なり、いつむならや馬人のよ、話さ、話し、武器、思うまま、あず、これは比類なき才覚を持つ水墨画、谷川の茂倉が駆け抜けた奔放な戦、片手染めの一石。見るも慌たせ当時の時でした。絵描きの名手谷川、その大作宝木画の川茂年の美術史上でした。九王様の恩腕前を披露するほど愛だった。国一番の春梅と名高き茂倉が世話する漆黒の愛馬、その毛並みを人は炭影と呼ぶ。万事ともえ桜何も描きでは扱えない、布だけ本の豊富の一個一個一瞬描きたるは久保様の恩姿。さあその才覚を尊ぐ国家衆の計りごとに、シークラは完成にはめられる。あわよは破られた絵、再び描けと命じられども、折られた大船に変わるものはなく、修理の道を戻るほかなし。力は行くがよ、一国のうちに戻らずその時は人馬ともども切り捨てる。覚悟いたせ、我が命明日はない、我らが命明日はない、これが最後あれば早のもと駆け抜け、エマという、とにかく人のよ、あなさん権威を誇りより炭影の馬の一石、ひふみよいつむならや。はっ、ありがとうございました。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 